みさこスタイルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、みさこです。今回はバリ島のウブドへ行ってきた様子をお届けします。レッツゴー。バリ島に滞在してチャンゴンに2泊、その後ウブドに移動しました。何やらお祭りだったようで、夕方の移動だったんですが、移動中清掃している方々がたくさん歩いてらっしゃいました。さあ、ということでウブドに到着しました。なんか森の中にあるこちらが今回のお部屋です。虫除けマジ必須、すごい。でバルコニーね、森でしょ、マジ森で。ここの電気はどこかな。はい、こんな感じです。トイレ、ね、シャンプーない、やばい。これシャンプー、もしかしてシャンプーかな、かもしれない。何事も経験ですね。面白いです。楽しみましょう。ゆっくり寝て、翌日、もう前日本当に疲れててそのまま寝ちゃいました。朝になって中庭の全貌が判明、とっても気持ちいい空間になってました。ということで早速お散歩へと出かけました。ちょっと歩くと建造物がたくさんあるので、歩いてるだけで本当に楽しいです。チャンムーとは違って田舎の風景っていうのが広がってますね。ちょっと中に入れそうなのでどんどん入っていきます。私はですね、日本のお寺とかに行くのもとっても好きなので、行った国の歴史に触れられる場所っていうのをとても楽しみにしています。相変わらず汗だくの私、今日はね、ちょっと連日の移動でね、ちょっと疲れたっぽいので、本当に軽く街の散策をしたいなって思ったら、すでに1時間歩いています。何が軽くだっていうね、ふとしたところに歴史的な建造物というかあったりとか、かと思えばバーガー屋さん発見とか、結構観光地と言いつつ本当に皆さんが住んでらっしゃるっていうのがめちゃくちゃわかる街ですね。チャンムーもまあそうでしたけど、でもそれ以上にやっぱりウブドは田舎というか、すごくのんびりしています。ただちょっと咳き込むことが多い気がするのは排気ガスだね。確実にそうだわ。だってもうすごいもん、車もバイクも。この道どうなってんだ、すごい。今度はなんだ、すごい。ゆったりと田舎道を歩いていたはずなんですが、突然観光客が増えてきました。アートマーケットを発見しました。ちょっと覗いてみたいと思います。いろんなお土産があって、雑貨や服など本当にいろんなものが売ってました。結構広かったので、だいぶ楽しめるんじゃないですかね、このアートマーケット。すごいすごい、もうここだけですごい買い物できちゃうじゃん。すごい、これ王宮だった。本当にアートマーケットの目の前、これ王宮だ。こんな感じ、この王宮の周り。ウブド王宮の中に入ってみましょう。本当に観光客がたくさん来てました。
やらここで音楽の演奏があったりとかもするタイミングがあるみたいですよ。ウブドウ宮、ここがウブドウ宮です。こういうのね、ただ見るだけですごく私は楽しいんですよ。なんかゆったり見るっていうのがすごく楽しいです。ただぼーっとその風景を眺めたり、建物をじっくり見たり、ゆったりできる時間でした。なんだか沖縄っぽいなーっても感じることができましたね。またまた出会いました。子供たちが獅子舞をやってます。これリズムがすごく気持ちいいんですよね。さらにちょっと小道に入ったら何やら長いお土産街を見つけたので、そこも見ていきたいと思います。あ、またやってますね。ちょっと歩くとこういった子どもたちが結構いるので、バリの風景の一部なんですかね。歩き疲れたのでカフェで一休みすることにします。本当におしゃれカフェ多いな、バリ島は。じっくり本を読むもよし、 Wi-Fi も完備されているのでお仕事にも最適です。今回はスムージーとクレープを頼みました。これがまた美味しかったんだ。あ、ちなみにここ C 社もやってるみたいです。吸ってる方いらっしゃいました。最後の宿です。めっちゃ広い。ここ1階なんで、外バルコニーっていうかベランダあるんですが、隣とつながってましたね。水あるし、トイレももう使っちゃいましたけど、シャワールームもあるし、いいですね。完璧です。最呼ぶ校です。すっかり日も暮れました。遠くから何やら音も聞こえてきていいですね。ただ歩道は穴がよく開いてるので、歩くときは気をつけましょう。そしてこの日は現地の音楽家さんのガムランの練習を見せてもらいに行きました。かなり練習風景は貴重映像だと思います。
あっという間にバリ最終日の朝です。この日は姉の友人に会いにウブドの中心地からタクシーで30分ほど、さらに奥の方にやってきました。地元の人たちの朝市なんですけど、8時半頃に着いたらね、もう店じまいを始めてるところ多かったです。朝早いですね。そしてお腹も空いたので朝食をいただきます。いろんな具材をご飯の上にぶっかけるスタイルのやつですね。お皿の上に紙皿を敷いてます。これ洗い物減っていいですね。でこれがねまた美味しい、そして辛かった。現地の人の屋台飯って本当美味しくって、価格も安いのでおすすめです。まあ、ちょっとお腹壊す人いるかもしれないんですけどね。カフェもいいですが現地のご飯もおすすめよ。ご飯を食べた後はその方が経営しているヴィラをいくつか見学に行きました。大自然の中でプール入れたりとか、素敵なヴィラでした。ここは行った時はまだオープン前だったんですが、今オープンしています。こんな豪華なところ一度泊まってみたい。すごく建造物とかにも力を入れていて、プール勾玉の形なんですよね。これ1個の木で全部掘られてたりとか、あとは1枚の石で掘られてたりとか、こういうのも見に行くのいいんじゃないでしょうか。ここはまた違ったヴィラから見た民家の様子です。ウブノの中心部とまた違ってかなりゆったりしました。いや本当一回泊まりたいわ。そしてご厚意でこの車乗せてもらったんですけど、もうめちゃくちゃアトラクションでした。すっごい楽しかったです。これちょっともう一回乗りたいな。面白かった。ナイス運転ありがとうございます。すごい。ここもね建設中らしいんですよね。さあということで時間あっという間でウブドの中心地まで送っていただきました。最後に立ち寄ったのは日本人が経営しているカフェです。日本のワークショップなども開かれてるみたいですよ。こちらではスムージーとチーズケーキをいただきました。程よい甘さでとっても美味しかったです。そしてここ風がすごい気持ちよくてちょっとうとうとしちゃいました。あっという間に夜チャングーに戻って空港に戻ります。今度は長期で来よう。